わちゃ、えちょんです。今回もドッカンバトルをやっていきたいと思います。はい、ということで、今回は、こちらですね、ゴールデンフリーズ&ソルベ、作りましたので、使っていこうかなと思います。はい、では詳細見ていきましょう。コンビネーションカテゴリーの 50% ですね。まあ、コンビネーションカテゴリーだと、今、あるのだと、ラディッツと、ベジータの、幼年期が一番上なので、まあ、それ作ってない人は使うっていう感じですかね。で、必殺技が、相手に超特大ダメージ与え、高確率で気絶ですね。いや、気絶持ちは結構いいかなっていう感じですね。で、パッシブが、50% 以上で、アタックディフェンス 120% で攻撃を受けると、そのターン中、自身の気力が6。で、必ず会心が発動。で、攻撃した敵を必ず気絶させる。ということで、まあ、必殺でも気絶が入りますし、こちらも入ると。必ず気絶させるってところが結構いい感じかなと思います。で、HP が 49% 以下で、50% 軽減。ということで、まあ、どちらにせよ、まあ一番前に置いても受けられるような性能かなと思います。で、潜在能力は15と11にしてあります。どうせ会心が発動するので、まあ連続攻撃で攻撃した方がいいかなっていう感じですね。はい、今回はこちらをですね、はい、恐怖の制服、はい、こちらのカテゴリーで使っていこうかなと思います。はい、こんな感じでいこうかなと思いまーす。ということで、やっていきましょう。さあ、やっていきましょう。1ターン目から来てますね。ここはリンク繋がんないので。じゃあ、こうでいこうか。で、ディフェンス、まあ、120% アップなんで、8万ですね。これは受けれるね。強い。で、一番前にしてますが、攻撃をしてこないので、確定会心ではないですね。71万。いいね。さあ、気絶も入って、アタックディフェンスでか、さあ、サウザーが強い。さあ、99万。さあ、またやってきました。今回も受けられそうですね。ちょっと繋げるとこうなるのか。どっちでもいいな。まあ、ここ繋げてと。よし、これで。さあ、受けることで、確定会心。さあ、どうなる。おぉ、51万。さあ、94万。さあ、連続。さあ、最終面です。気力リンクがダメダメですね。繋がりません。諦めます。
究極の変身を見られるのはお前が最初で最後だ。さあ始めようか。よし、かっこいいクーラーが見れた。これで終わりかもしれませんね。245万。おお、さすがクーラー。258万。いいね。終わりだ。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、まあアタックもそこそこですし、まあディフェンスもそこそこっていう感じでしたね。まあ実際使ってみて思った印象がそんな感じでした。で、リーダースキルのこのカテゴリーのね、気力が2っていうところが、まあああれですよ、まだ極限 Z 覚醒するんじゃないかなっていう、なんか、そんな感じの印象を受けますね。まあ大体、無課金キャラは、プラス3になるはずなんで、もしかしたら、元の感じはこんなだけど、まあ、極限 Z 覚醒することによって、またなんか強くなるんじゃないかなってちょっと思っちゃったりしました。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただき、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。